ガチ TV でやりたいことプレゼン大会。初日はね、テーマパークとかで、はい、まあ、朝から晩までよくもう思いっきり楽しむわけですから。年末年始のガチ TV は、以前配信したプレゼン大会でカズマが発表した16人での旅行計画を実現。2019年は初のアリーナツアーを成功させ、アーティストとしてステップアップを果たしたランページ。そのご褒美と LDH パーフェクトイヤー2020の活動に向け、英気を養うべく慰安旅行を決行。その幕開けは5周年イベントの後に行われた。皆さん、何してるんですか。太鼓の達人を練習して皆さんにお知らせがあります。何ですか。まあ、今日5周年というタイミングですが、ちょっと打ち上げする。何いきますよ。ランページ一泊二日慰安旅行決定しました。プレゼン大会したじゃないですか、はい、で、まあ、それがちょっと採用されまして、でも一泊二日になっちゃったんですけど、まあ、結構割と自由に決めれちゃいます。だからこれから皆さんにアンケートを一人一人取ろうと思ってるんで、それを回収して、でその意見がいいのがあればそれを反映して。いつやるんだろう。怖いよ。おかしいだろ。もう止まってくれ。やめよ。まあこんな感じで16人だったらもうめちゃくちゃじゃないですか。言ったら、だからいろいろなんか、まあ俺的にはマストでテーマパークは行きたいと思ってるんですよ。おお、やばい。行きたい行きたい。で、そういうの今までグループ分けとかあったじゃないですか。まあくじ引きとかよくやってたじゃないですか。で今回はなかなか。思い入れ、自分たちそれぞれ思い入れめっちゃありながらもうなかなかやってこなかった ABC ルート、ルート ABC でなんかそういうの回れたりとかすればいいんですか。まあでも16人でなんかやることもあったりとか、まあベースとしてはっていう感じで。いいなあ。ありがとうございます。じゃあありがとうございます。そのロケ皆さん楽しんでいきましょう。イエーイ。旅行達成行くぞ。イエーイ。あつだ。お、行きますよ。行くぞ、あなた方。えーい。ここで改めてルート ABC のメンバーを紹介。ルート A は力也、健太、北斗、いつき、龍、高秀。ルート B はジン、リク、ショウゴ、ショウヘイ、タクマ。ルート C はルイ、ヤマショウ、カズマ、カイセイ、マコト。ランページのガチ TV 一泊二日慰安旅行。もっと上げていきましょう。もっと上げていきましょう。はい。一発目。まだ9時21分だぜ。富士急ハイランドで超ハイテンションやんすめ。よし、いいぞ、いいぞ。お前さっきまで飲んでただろ。そうだよ。だってもう10月後半にもなろうと時に半年たいってから。ちょっと後悔してますよ。小刻みに触れてるもんな。さあ、ページ16人で富士急ハイランドにやってきました。はい、なかなかないね。これあれやね、カズマが前回のプレゼンで。あ、すいません、もう一回言ってもらっていいですか。一回全部止めてもらっていいですか。
最近誕生日だったイツキどう、はい、え、何ですか昨日誕生日だったイツキどうですか最近どう最近どう最近いやもう昨日誕生日だったんで、ね、次の日に16人で富士急に来れるなんて幸せ者だなと何倍やったかお前何倍やったよ皆さんからもらったアンケートと以前プレゼン大会で発表した企画を大いに盛り込んだ内容になってますので、はい、結構あのそういろんな人の意見があの僕の企画に入ってなるほど、ね、そうもうみんな言ったらみんなみたいなみんなの企画みたいなもんですさらにですね今回は武者修行を回った懐かしの3チームで企画を進めていきたいと思います、はい、もうちょうどね並んでくれてますけども、はいはい、奇跡的にルート A ルート B ルート C で三つどもえで各企画にはポイントがつく対抗戦を行いますなるほど、ねまあ、それぞれ知力体力演技力の3つが問われ最終的にポイントが高い優勝チームには後日、ご褒美企画を予定しております企画そんなんあるでルイさん今回の旅の意気込みをお願いします自信満々やな優勝打診青きたあれ行きましょうまず行う最初の企画はまず最初の企画は知力を競えザランページ謎解きツアー in 富士急ハイランド、はい、頭脳ですね頭脳まずはここ富士急ハイランドで知力を競っていただきます最初の企画は富士急ハイランド全面協力園内全域8カ所に隠された星カードを制限時間50分以内に探してもらいますおのおのの場所にはヒントがついておりこのように直接目的地が書いてあるものや詳しい場所を謎を解いて見つけ出さなければいけないヒントもちなみに星8は地図上にも記されておらずこちらのヒントを頼りに場所を見出さなければならない制限時間50分で星カードを見つけた後は例えばこの星5を見つけることで後にこのような謎解き問題が待っているこの問題に正解することによって初めてチームごとにポイントがつくちなみに星1から4は4つ全てを獲得しないと謎解き問題をもらえない1から4のセットで1つの謎解き問題なので取りこぼしのないようにしよう入れる なかなか最初の目的地が3チームとも被らないよう1つ目のポイントはくじ引きで決定ルート A は星2からスタートルート B は星1からスタート1がいいってことだよねいや1はもう取っちゃい取れまおおルート C は星7からスタート星7ですラッキーセブンだルート A は星2ルート B は星1とスタート地点から近くルート C は最も遠い星7を目指すあ、来た初めて2ヶ月のダンサー2ヶ月のダンサーかわいいスタートから最短距離の星1を引いたルート B おい、こっち、おい、違ったな問題児を抱えると大変ですうるさいごめんなさいくれぐれも一般のお客さんに迷惑かかんないようにしてください
っとで最初の目的地どこ一位俺ら一番近いじゃないですか。待って今どこがかどこにいるの。どこ高飛車のとこ。高飛車のとこ高飛車高飛車やなこれやな。あヒントほらドドンパヒント見ましょう。ヒントはいヒント高飛車急降下の真下。あじゃあそびえ立ってるやつを見つければいい。他の情報はいらん。高飛車見つけよう。いけんねよ。ここにあのプロがいました。イエーイナイスナイスプライベートで3回来てる人いました。一日中やるよ。ハマったらずっとやるからね。どうですかショウさん。T シャツ多分そうですけど。ハロウィン。すげえな。もうね、多分園内で誰よりも楽しんでると思う。何もまだ乗っとらん。ほらほらほら。あ、こ、え、真下。あそこあそこ。絶対ここら辺で。はい、くるくるくる1個目。最短スタートいきますよ。星1の場所は高飛車付近。いいねの看板の下に貼られている。え、あれだ。あ、これが高飛車か。あ、あったあった。あれだ。あった。あ、はい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 。いいねいいね。走ってる。走ってる。じゃあ大丈夫大丈夫。取らないでください。取ったあかんねん。見つけたら見つけたって言ってください。一個取ってもった。取ったあかんこれ。はい、せーの、見つけたー。これ他のチームも見つけたから外したかです。あ、そっか。ゲットゲットゲット。開始3分でルート B 星1を獲得。4つ集めると決定あの回答権が。じゃあ2位だよ。俺らもう1取っちゃったから2、3、4を取る。他の自由ですもんね。自由です。オッケー。2、2。再生が2だから、めっちゃ近いじゃないですか。ちょっと2の。こう見るんだ。こうだ。2のヒントなんですか。ちょっとこっち。今俺らがおるのがこ多分ここやから。ちょっとこっちやな。あれか。え、なんか2位なんかやばい。ちょっと一回ヒント見ようか、まず。スケートリングになるんだよ。知ってるね。やべえ、はい、ええー、ぞウォーターエース、鳥のほとりって書いてあるね。あー、わかりました。わかった。おー、来た、いた。やばい。ガイドさん、ガイドさんいる、俺ら。勝ち組とちゃう、これ。富士急のセミプロットのセミプロ。ごめんね、これ、ボロ勝ちじゃないのか。やばい、やばい。ルート B。富士急ガイド正午の案内で星2へ。続いて星2を引いたルート A。 2番のヒントはウォーターエース島島のほとり、ほとり島のほとり。ウォーターエース、ウォーターエース、水の中かしら。深海にある。じゃあちょっと君に任せた。地図係地図係地図係。多分もうこの感じ見るともうなんか海の中に潜む宝石みたいな感じ。やばいぞルートへ。まあでもリーダーがいるんで。リーダーいるんで。リーダーみんなに聞けばいいんですよね。すいません。いや、わかんないですけど富士急初めてだ。あれ、皆さん行ったことある。俺ね、たっくんと去年プライベートで来たんですよ。あ、そう、来てましたね。2人で。2人でやばい。すごくない。いや、すごいです。たっくん、怖いもの知らず。たっくん来た。たっくんと USJ。たっくん、どこでも行くと。みんなたっくん。みんなにたっくん。あ、めっちゃいいねしない。めっちゃいいね。肉、肉。肉？肉？あ、ケバブって。ケバブって。ここら辺にもうあるってことですかね。どこにある。島のほとりだから多分どっかの島にある。ここのどこかにあるそうですよ。ルート A と B が目指す星2は、冬はスケートリンクになるウォーターエース島のほとりのボード。え、でもなんか地図的には、地図的にはなんか真ん中に刺さってる。あった、あった。はい、見つけた。ほんとだ、ほら、あれだ。あった、見つけた。あ、で、あ、みんな、みんな指刺す、みんな指刺すな。バレるから、バレるから。いや、なんかやってる、なんかやってる。俺口やってる。で、もう隠れて、隠れて、せーの、見つけた。はい、はい、2番、はい、ありがとうございます。はい、はい、順調、順調。ルート B、早くも2つ目獲得。違うか。あ、あ、あった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 、欲しい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 。あんなおかげに。あ、あ、船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 。どれ、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 あれ、誰か、俺、俺行きたい。いけ、いけ、いけ、2人行ってこい。
乗んなくてもいいようになってる。これやりたかったのに乗って取りに行くんかと思ってた。ルート A も星2獲得。行こう。行くぞ行くぞ。じゃあここで一旦カメラマンさんを休んでいただいて。取んなきゃいけないから。3チームの中でスタート地点から最も遠い星7、場所ヒントになる暗号は、メンバーが上下左右を指さしている写真とひらがなが載っている画像。この暗号を解くことでいち早く星カードが見つけられる。二塁敵が、はいはいはい、これめっちゃ簡単やな。ここから見ていけばいいけど、で星で下7では、みんなは、いや星7はこの写真が指してる方に読んでいく。星7、人形にぶら下がってる。そういうことだ。素晴らしい。さすが。ここに人形があるってことで、人形にぶら下がってるやつ。すごい。人形にぶら下がってる。余裕やん。バレてない。すごい。あれすごい。すごいですね。よくわかりました。やっぱ天才やな。これですね。でもこれ言ったら50分ですよ。ちょっと急いだ方がいい。ちょっと確かに。ね、カメラさん本当にありがとうございます。走じゃない。見事に謎を解いたルート C、 星7の近くの人形を探すことに。続いて星2の後、星1を探すルート A。 あれはあった、ゲット。順調にカードを見つけていくルート A。 これで2枚目獲得。また戻る。次あのこっち近いの3なんで、あ、さあこう行ってこいか。さっきのご飯おこのたこ焼きの近く。続いて星1に近い星3へ。まだまだ星7へは遠いルート C。 あれどうなんだろう。これ合ってますか。それマリーゴールドや。それマリーゴールドや。あれメリーゴーランドや。それマリーゴールドや。似てんな。あ、これもやばいですよ。あ、ドドンパ。何これやばい。な、一瞬ってこと。でもあの未来行ったみたいな。マジマジそう。マジで。またさ。いや乗った後。そんなさ。思うやんか。そんなさ。星3を探すルート A。もう見つけましたよ。星3のカードはメリーゴーランド馬車の中。獲得の条件はカードを見つけた後一周乗らないといけない。ルート A、 メリーゴーランド登場。乗っていいの？皆さん馬車の中に。あった。ルート A、 星3獲得。よいしょっと。みんな久しぶりのメリーゴーランドを楽しむ。赤がいい。赤がいい。うわ、めっちゃ入れる。ルート B が次に狙うのは、あ、メリーゴーランドあれじゃない。あ、ほんとだ。馬の中、馬の馬車の中。回ってる中で探さなきゃいけない。これじゃもうじっくり見とけばいい。ルート B も星3のメリーゴーランドへ。馬車に乗ってる人。意外と早いんですよ。
ってるよ。お、まさか、ね、やっぱそういうことだ。乗らなきゃいけない、ね、やっぱそういうことか。取られた。まさかね。え、これまだ乗れんじゃね。乗らルート B もメリーゴーランド登場へ。しかしあかんわ、時間ロスだなこれ。え、くそ、でもこれ次乗るまでにまた時間かかるってことですね。そう、待たなきゃいけない。4考えないと。これいつでも行けるから。逆に言えば48分に入ったとしても別に行けるわけ。まあ確かに見つけりゃいい。近いし、めっちゃ楽しそうにしてるし。じゃあ他取り行く。うん、そうですね。近いのはこれは多分余裕なんや。5番。じゃあ5、5行こう。5行こう。星5の場所ヒントは、星7と同じくメンバーが指さしている写真で文字を解読していく暗号。星5は、で、ジンさんは右なんですよ、これ。星5は、か、ん、ば、ん、の、う、ん、う、うさぎ、の、ちか、ちか、く、く、こは、はい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 、ウサギの看板の近く、ウサギの看板の近く。 OK、 ルート B も見事暗号を解いて星5へ。歩いて15分、ようやく星7付近にたどり着いたルート C。 うわ、怖いや、あの人形じゃないですか、あの辺。そうそうそう、そうだ、あれにかかってるんだ。うわ、結構怖い、もう手寒いもん、血通ってない。いや、今シンプルに寒い。あ、寒いか。ほら、ぶら下がってるやつあるじゃん。あれだ、はい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 、多分やつだ。星7の場所は戦慄迷宮の前にある人形にぶら下がっている。ほらほらほら、ぶら下がってる。これじゃない、これ。あんま触りたくないです。ああ、もうやだ俺。あれ、でもないね。え、ない、ない、え、ない。ないな。ちょっとほんま動かんで。人形にぶら下がってるってどういうこと？あるじゃん。あ、あった。あ、いた。あった。やった。やった。しかも数字。取らないでいけ。数字隠れとるやん。数字隠れとるやん。ルート C、やっと1つ目獲得。やったね。次、近く。続いてルート B、 ターゲットは星5ですが、ここで思わぬ出会いが。あれ、ウサギじゃないですか。うん、ショウゴが何かを発見。ミャゴス、ちーちゃん、かわいい。しかもちょっと寄り目。どうした？え、ちょっと待って、めちゃめちゃちっちゃい。どうした？かわいい。もういいよ、もうなぞなぞなんて。もう子猫ちゃんに癒されちゃうから。もうめっちゃちっちゃい。え、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。しかもちょっと寄り目。ちょっと遊んでほしいんか、お前。まだこれ多分半年か、半年経ってないぐらいの、この大きさ。かわいい。野良猫ってこと？めっちゃかわいい、こいつ超かわいい。バイバイ。猫ちゃんのお腹にヒントないかな？ないよ。ルート B が子猫に気を取られている間、ルート C は、巨大な、巨大猫の近く、あれでしょって言ってもさ、あん中入れってこと？あ、赤いとこ。あ、あの正面になかったし。はい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 。星6は巨大猫の近く。お賽銭箱に貼ってある。ここまで行けるんですか？いや、分かんない。こっちからか、入れちゃう。なるほど。入れるわ。入れちゃった。じゃあそこやわ。じゃあもう、そういうことでしょ。ほら、もう早速星ロック見つけちゃうよ、これ。さあ、ようやく2つ目のヒントを。あれ、数って書いてる。ゲッチュゲッチュ1 はい、あった、あった。おー、
ルート C 星6獲得。これで2つ目。これはウサギの近くって書いてあったから、ウサギ近く。ルート B ウサギの看板の近くへ。これの裏とかあるんちゃうか。あ、見つけた。あったー、見つけた。おー、オッケー、はしご、はしご、見つけた。はしご、はしご、はしご、こういうことだ。はい、ありがとうございます。ルート B、星5を獲得。これで3つ目。続いて、星4をターゲットにしたルート A。 星4の場所ヒントも、メンバーが指さしている方向へ文字を読み進めていく問題。正解は星4はしかのかんばんのうら。星4の場所は鹿の看板の裏に隠されている。あ、どっかの番号に、ほら番号、4は看板の裏。4は看板の裏。待たれていけ。場所ヒントでつまずくルート A、 果たして鹿の看板にたどり着けるか。ルート C が探すのは星8。この企画最難関の場所。星8は地図上に記されておらず、場所ヒントから目的地を見つけ出さなければならない。そのヒントはこちら。右上のマークが鍵を握っている。この問題ないね。で、解いた。解くのがもうこれだから、こう読めよって。あ、日本一の山に100分の1。富士山が100分の1になってるやつがあるよ、はい、多分ジオラマ系ガンチャー。100分の1サイズの富士山みたいな。そう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 、そういうことか。あルイさん、うわ、はい、そういうことだ。ルート C 見事に正解。右上のマーク通りに読み進めていくと、日本一の山に百分の一。地図上にある日本一の山、富士山200分の1の場所は、標高およそ20メートル、ミニチュアサイズの富士山が園内にある。近いのが8が近いんじゃないかっていう。そうそうそう、で、それじゃん。あともう回収作業あれじゃないか、はいはいはい、あのてっぺんじゃん、はい、あ、行った、行ったな。風めっちゃすごいんだよ。あの山に星8は隠れているのだろうか。大丈夫。一方、ルート A は星4を探す途中でまさかのアクシデント。やばい、うちのプリンスたちがいなくなった。あれ、いない、やばい、うちのプリンスたちが絵が持たない。絵が持たないプリンスたちは俺たちは絵が持たない。なんかここら辺とかにありそうだ。それありますが、駐車場の車にお戻りくださいませ。この看板とかじゃない。お越しのお客様のお呼び出しを申し上げます。どっちやね。二手に分かれてしまったルート A、力也チームはいつの間にか星5の近くへ。星5の場所ヒントは、星5は星5は出たチンクまた左だよ。うさぎさ看板のうさぎ。うさぎ優秀なの見てけ。看板のうさぎ。あった。
と A、 思わず星5を獲得。これで8つ目。バレちゃう、早く、早く、バレ。ちょっと、てか北斗は何もないっすもんね。全然あいつら帰ってこねえじゃん。ない。合流するため、龍が樹に電話。はい、あった。もう5見つけました。5見つけて、で4はもう大体わかります。なんで、さっき手前で通ってない細い道だった。階段あったじゃないですか。ルート A、 合流して星4へ。C はミニチュアサイズの富士山へ。会長だ、会長だ。あ、ここ登っていくのかな。あ、そうかも。でも星集めたければ集めれるほど回答権、ね、権はたくさん得られるから。あ、お茶したこ。先についてちょっとお茶でもしたこ。いいっすね。タピオカ買って帰ろう。本当に100分の1なの。あ、待って、もう見えた。早いね。最強っす。みんなに絶対言わない、これ。みんなに言わない。はい、見つけました。はい、見つけました。はい、8。あった。イエーイ。蜂見つけたの結構でかくないですか。やば、結構見晴らしいからバレるぞ。やばい。ルート C、 星8獲得。これで3つ目。続いてルート C が目指すのは星4。なんか星4は看板の裏みたいな感じ。鹿の看板の裏。鹿の、うん、裏の裏ってことですね。裏だ。つとらはもうなかったってことね。そういうことね。あの写真は順調に星4の暗号も解き、スタート地点に向かって攻めていくルート C。 同じく星4を目指すルート A。 この辺。あった。ルート A、 鹿の看板を発見。あった。やっとあったわ。ありました。いやでもね、番号よ。ルート A、 星4獲得。これで4つ目。続いてルート C も。あった。おい、先に行ってたって。あった。ルート C に続いて星4獲得。ルート B も残り4つ。まあ、やっときましょう。あと20分ないぐらい。もう20分ないぐらい。もう6行っちゃおうか。こっち、あと10分ぐらい。で、最後残り2分でエリーゴランの最後行きましょう。今1、2、4。ルート B、星4に近い星6へ。残り時間は18分。巨大猫の近くなんで、今の芝はできないのね。流しますかっていう。流しますかはどうだったっけな。あれだ、あの巨大猫。巨大猫の近く。お腹減るわ。巨大猫のなんで。巨大猫の近く。お願いします。巨大猫の近く。 For everyone's safety, there are age and height requirements for some attractions. 入り口から遠ざかってしまうルート B。
しかしここで翔平が驚異の視力を発揮。各アトラクションでは皆様に安全にお楽しみいただくため年齢や身長等の制限があります。各アトラクションの案内表示を確認してご利用ください。あのおさい銭箱の横に星録よろしくお願いします。おお、はい、できました。あったあったやった。本当だ。ルート B 星6獲得、残り3つ。よし、近い。続いて星7へ。人形の人形にぶら下がっている。ぶら下がっている。人形にぶら下がってるってよ。7番。気づいたらリテルさん流しますか。巨大の猫の近く。あ、いたよ。この人の指がわからんのやで。この人ジェイさんが惑わしてるから。もうあれや、ちょっとリエ行ってきて。ルート A、 リュウ一人で星6の入り口方面へ。あった。ルート A 星6獲得、残るは星7と8。人形あった。マジ怖いな、あれ戦術兵器やばくない？あと行こうぜ。走るな、走るな、明日がこのぶら下がってるやつのめっちゃ怖い人形だ、あれ。うわマジ出るって。うわ怖っ。あ、人形ぶら下がってる。いた。あった。うわー、びっくりした。はい、あった。7番。こんなんやっていい？ほんま。ほんま言うな。守りもできない。よっしゃ、7番見つけた。ルート B、星7獲得。残りは3と8。あと何？あと3と8。8はヒントから場所を導き出そう。マヤ、これだ。日本一の山に100分の1。富士山って何メートル？富士山？3670。それの100分の1？そんっていう模型があるんだ。100分の1模型。あります。富士。あ、え、マジか。お、はい。こっち。いっちゃうよ。富士急だぜ。だって富士急スタートだ。富士山の近くとかであるんじゃない？100分の1だったか分かんないですけど、富士山のやつはあります。絶対そう。富士急ガイド翔吾が富士山模型を手繰り寄せ星8へ。残りが星4つとなったルート C、 星5へ。星5は万能、万能と、看板の、ウサギの近く。あ、本当だ。看板のウサギの近く。オッケー。看板のウサギの近く。多分ここら辺には。あ、ほらほら、それだ、それ。その看板のウサギの近く。え、絶対このあれじゃん。鳥居だ、鳥居だ。まこちゃん、ちょっと見てみて。これに紛れてる。いや、ないぞ。あれ、あった。あららら、あった。あった。あった。本当だ。ウサギの近くだ。取れないけど。あったよ。ルート C、星5獲得。これで5つ目。残りは3つ。
ルート A 戦慄迷宮の人形へ。あの人形じゃない？あれ人形？怖い。いや、あっち側じゃない？あ、あったあったあった。すいません。いたいたいた。オッケー、ゲット。7番ゲット。はい、終わり。ルート A、星7をゲット。さあ、残りは最難関の8のみ。ヒントがない。これしかない。あ、こう。日本一の山。藤山だ。200分の1。え、あ、藤山か。藤山。あ、違うな。200分の1の山があるってこと？あ、あ、分かった。あそこじゃん。あ、もうついてきてください。これだ。これだ。ルート A は星8にたどり着けるのか。残り8分。行きます。あった。ルート C がここで星2を獲得。残りは高飛車の近くにある星1とメリーゴーランドの星3。星8を探すルート B ですが、うっすらしか思い出せない。多分あの正面のエントランスの方だったと思うんだよ。一番結局最後の星でね、あ、なんか最後の星8で多分あの帰りに記念写真撮るようなところ。ああ、ね、ミニチュア富士山をあっさり通り過ぎてしまうルート B。 メリーゴーランドに時間使うぐらいやったら8にかける方がいいんじゃない、うん、で8の回答権を一組でもらってそれを答える。果たして本当に 37m 高さにあるのかっていう。残りは6分。え、これバサの中にやばくないですか。ルート C、 残りは星1と3。メリーゴーランドの馬車の中にある3をターゲットに。星3獲得の条件はメリーゴーランドの中に入って一周しなければいけない。え、じゃあもう一個高飛車どれ？あっちっす。ここ行って左に行ったらすごいっすね。やばいこれ相当時間ロス。じゃあこれ後にしましょう。確かに1行って、だから1をもうサッと行って1秒でも残って乗ったらこっちは勝ちですか。星1を優先してメリーゴーランドを後回しに。プリンスの先導で星8へ向かうルート A。 あーでも方向的には合ってる。マジ顔がガチになってた今。ちょっと本気すぎて。星1を目指すルート C、 残りは4分。あ、あれだ。あれ違うわ。同じ。ほらやっぱそうだ。来た。はい、見つけた。メリーゴーランドか。ルート C、 星1獲得。残すはメリーゴーランドの星3のみ。最後に持ってきたのはもう大正解。あった。いいのか。あった。終わり。あった。どこにあんの？あそこの。間に合ったじゃん。一番上に。来た。ありました。誰も登ろうとしない。あ、上にあります。あっちにある。誰か登ってください。じゃあもうみんなで。最後はリーダーの。あお前待っとけよお前。8番。ありました。日本の200分の1の山。見てくださいよ、あの舐め腐ったやつら。登る気ないですからね。武者修行もずっとそうでしたからね、皆さん覚えて。ありがとうございます。じゃあ8番ゲットです。1から8全部揃えました。1から8もうすごい。いやー、ルート A 残り2分で8個全て獲得。
ルート C も残り2分でメリーゴーランド登場。あ、あった。あった、見つけた。ルート C、見事8つ、すべて獲得。お金持ってるかのように星8を探しに入園口へ向かうルート B。 なんだ富士山へ。分からんな、分からんな。3乗るってよ。ほら、3とりあえず捕獲する。もう行こうか。そうですね。謎解きできない。星8を諦め、星3のメリーゴーランドに乗ることに。ここのメリーゴーランドは星3を見つけ、8位以外の7個を獲得。これ富士山の山2って書いてある。山に100分の1なんだ。2人のお子様に、お一人の方は両側の白馬にお子様を持つ。未だに星8を引きずる陣。日本一の山に100分の1。同じ白馬に乗って。うわ、ペアルックエル、いいな。この山100分の1、日本一の山の100分、日本一の山に100分の1。次回は。え、マジで、マジで分かんないこれ。めっちゃむずい。並べてみる。見つけた星カードでルートごとに謎解きに挑戦。全部俺らに関係してんだよ。答えはすべてランページにまつわる問題。出題された5つの謎を解き明かせ。さらに、なんかちょっと寒いんだけど、ね、おかしいよ。行くぞ。富士急ハイランドのアトラクションで16人はしゃぎまくり。